こんにちは、竹千代 D 矢別峠編でございます。今いるところがですね、この手打ちそば石なんちゃら庵、なんだっけ忘れた。手打ちそば石小庵というところにやってまいりました。私のシビックさんもかっこいいでございますよ。峠プロジェクト取扱い販売店でね、まあなんかステッカーだけ買いに来るのもいいらしいんですけど、まあそれだけじゃなんかねつまらないじゃないですか。なのでかなりお腹を空いておりますので、せっかくだからお蕎麦も食べようという感じでございますね。私の下側でございますよ。おお、美味しかった。たらふくじゃないですけども程よい感じでお腹がたまりました。そしてこちらゲットしました、浦矢光と矢光峠ゲットです。じゃあね、バイバイ。で、私が頼んだのはですね、お品書きの小そばつけ麺というものになりまして、なんと45年続いているおそばらしいんですよ。そう説明されたのでもう一択で頼んじゃいました。で、お味の方なんですけど、一言で言うとめちゃくちゃ美味しかった。竹千代 D で、前半戦はちょっと観光しながらゆっくりと矢光峠を登っていきたいと思います。目指すところは菜の花展望台というところになりますので、お楽しみください。後方確認、前方確認、左右斜め全部よーし。これね、右に曲がるんですよね、帰りも行きも。まあ行きは左なんですけど、見晴らしはめちゃくちゃいいんですけど狭い。この目の前坂道になってると思うんですが、ここがすごい怖いんですよ。なので看板にもこの先見通し悪しスピード注意って書いてありますので、これ逆から来ても同じなので、この辺から一回ピッピッて鳴らして合図した方がいいのかもしれませんね。おー、でも箱根の山々が見えます。あれ正面箱根なんですけど、で右手が新東名なんですよね。これまだ花のまでしか開通してないと思うんですけど噛みまくりだ。これね、左なんですよ。行く時もここずっと登ってきて、あれなんだ行き止まりかなんて思っちゃったんですけど、全然ね行けます。これ不安になりますね。はい、ここが Y 路地になりまして、左の方に行きますと厚木の方に246の方に出ていくような感じになりましてなんでこんな噛むんだ。で、私たちはですね、これから矢別峠行きますので右に曲がっていきます。鳥居を過ぎ去っていきますけども、これが何の鳥居かっていうのはちょっと分かってなくて申し訳ございません。さあ、おばあちゃんが一生懸命峠昼くらい目を攻めておりますが、田舎ならではの光景かな。なんておー、水車すげえ、あーやばいやばいやばい。さあ、一気に峠道っぽくなってきました。ここが矢別峠のスタート地点、麓でございます、神奈川県秦野市。さあ、そしてこの矢別峠のコースなんですけど、イニシャル D の舞台にもなったところなんですよね。確かちょっと4シーズンとか何シーズンだか忘れちゃいましたけど、あの箱根神奈川遠征プロジェクト D が来た時にルート246っていうチームなのかな、その所属しているホーム拠点がここになっていると言われてそうなんですよね。さあ、こっからっすね。片側一車線の白線がなくなった瞬間にこのように険しい道になっております。しかしまだここね広い方なんですよ。この先行きますとぐね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  S 字になっていきます。で、さらに S 字を抜けた先にこれね、動物注意なんですよ。これたまに鹿とかがこの辺うよいよ歩いたりとかしてますので気をつけなきゃいけないんですよね。で、厚木方面からずっと矢別峠を走っていきますと、ヒルクライム上りみたいな感じになっていくので、まだ比較的走りやすいかなと思っておりますよ。帰りが怖いですね。ダウンヒルですよ。私ダウンヒル得意じゃないんですよ。矢別峠なんだよ、大したことないじゃん、普通の峠と一緒じゃんなんてね、思う方もいらっしゃると思うんですけど、いや全然ね、甘いっすよ。こっから、この辺から一気に狭くなります見てくださいこれ。あの神奈川県、いや関東で国道と言われてる峠3線あるんですよ、私の中で。まずこの矢別峠、そして浦矢別、さらに埼玉県の小丸峠ってあるんですよ。あのなんだっけ、埼玉北西エリアの、ね、86レビンがホーム拠点としてるところなんですけど、あ、この3つの峠がねめちゃくちゃ狭いと。
私は思っております。さらにさらに箱根に長尾峠ってあるんですけど、あそこもねこれぐらい結構狭いんですよね。今度行きましょう。埼玉県の庄丸峠、そして箱根の長尾峠もいずれ走っていきたいと思いますので、この竹千代 D お楽しみください。楽しいわ。怖いっすね。2速か3速ぐらいしかギアチェンジできない今日この頃。ここだ。おー危ね、通り過ぎるとこだった。ここがね菜の花台展望台ということで、うおーめっちゃ綺麗。竹千代 D、 イニシャル D でも描かれていたこれが目の前にあるんですよね。今から行きますよ。そして菜の花台公衆便所と書いてあります。山のトイレチップ島って書いてあるけど、なんだろうね、チップを入れろって。あ、50円課金しなきゃいけないのかな。ここ今向いてる方向なんですが、おそらく江ノ島とかがあるところじゃないかなとは思いますけども。あ、見えましたよ皆さん、江ノ島ですよ。この辺りが弘法山って言われてるところなんですよね。ちょっとしたハイキングでも有名なところでございまして、なかなかね面白い具でございますよ。これがかの有名なイニシャル D でも描かれた展望デッキとなります。じゃあ登っちゃいましょうか。だいたい 2,30 秒ぐらいで上がることができましたね。うわー、目がすごい癒される。あー、で登るとねこの先真鶴半島的なものが見えますよ。多分あれそうだと思うんですけどね。でさらに先はこれ伊豆半島だと思うんですよね。そこまで見れて非常にすごいですね。これが箱根の山、こぶこぶがありまして、その下にですね確かねなんとか山忘れちゃったな、西条寺って有名なお寺もあるんですよ。皆さん、わあ、今隠れちゃったかな。ここうっすらとではありますけども富士山なんですよ。これめちゃくちゃ綺麗にこっからでも見える可能性が非常にあるということなんですけど、ああ隠れちゃったかな、あれ違うかな、あ間違えた、こっちこっちこっちだ、こっちが富士山です、ごめんなさい間違えた。うおー、すっごい綺麗だ。うわー、雲にひっそりと隠れている恥ずかしがり屋の富士山ではございますけども、そして竹千代一律、ただ駐車場の方はそんなに規模が大きくはございませんので、土日に来るとごった返しちゃうかな。やっぱ1個22台ですかね、全部で止められるところが。大きな駐車場ではないかなとは思います。ただねこれ気になるのが、この下階段になってるんですよ。林道というか変な山道続いておりますよ。これちょっと行くのやめとこう。今度は矢櫃峠の頂上にレストハウスみたいなものもあるそうなので、ちょっとそちらに行ってみましょうか。それでは行きますよ。後方確認、前方確認、左右全部、よーし、最高。ちょっと先行かせてください。ありがとうございます。さあ、ここから左に曲がりまして、さらに峠道を登っていきますみたいな感じなのかな。さあ、こっから、ああなんと白線が出てきたと思いきや、おっとここで対向車が3台来てるぞ。いや、おそらく今対向車来たじゃないですか。頂上のレストハウスに行ってたんじゃないかなと思っております。その先はですね通行止めになっており、宮ヶ瀬の方には進むことができませんので、うん、そうだよね、そうじゃなかったら何なんだろうな。なんか見えざる道から来た見えざる客、見えざる見えざなる、もう分かんないや。今日は神々の竹千代 D でございます。でんでんでんなんつって言いながら、私の愛車シビックハッチバックさんはですね 1.5 リッターターボなんですけども、結構ねガツガツパワーが出てくれますので、上り坂でもスイ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 登っていてね、快適そのものなんでございますよ。なんでございますよ、そうですよ、そうなんだザンスよ。興奮してるとダメだ。さあほらここ溝走りできそうですよ。あ、よし、溝走り行った、溝に乗っかったよね今ね多分ね。なんて運転してたらいつかお前擦りそうだなと思ってくれた方はぜひグッドボタンよろしくお願いいたします。ただ FK7 の場合は左カーブはいいんですけど、右カーブに曲がるとこの A ピラーがね太いのですごく視認性が悪いんですよ。よって、うわー見づれーっていう感覚に陥ってしまうかもしれません。あー急な
カーブを曲がっていきまして、この先には何が見えるのか、ちょっと幅が広くなりました。おっと、目の前には大きな電波塔竹千代一律化がございます。矢光峠ですよ、そういう風に言っておりますよ。さあ、鹿も出てくるなよ。多分頼むからね、一番怖いのが動物が出てこないかなって、一番怖いんですよ。何よりね、対向車より一番怖いのが動物でございますからね。急に出てきて跳ねちゃったらね、動物って保険金かけてないじゃないですか。だから動物になんか保険をなんかせびっても絶対にお金払ってくれずに、そのまま逆当て逃げされちゃうから一番嫌なんですよね。おっと、対向車1台。でもまあここ C の121じゃないから多分ね、余裕で、おっと、クリアできるか。できた。そしてうっすら溝走り。箱根の長尾峠より狭いわ。うお、結構怖いですね。よし、ここで少しね、視野が見れます。ススキもすごく綺麗ですね。あとね、なんかね、ツタっていうんですか、この木の枝みたいなやつ、あれがねすごい伸びていて、もうそろそろ噛み切った方がいいんじゃないかななんて思っておりますよ。いい美容室紹介してあげますよ。キュービーハウスっていうね、1000円カットができますから、そこでやるといいかもしれません。さあ、突っ込んでいく。たまには突っ込みたい。おっと、ここで何かが出てきた。あー、ここじゃないの、レストハウス。ほら、矢光峠レストハウスって書いてありますよ。竹千代 D、レストハウスは、ね、階段登ると上にあるっぽいんですよ。で、この趣のある建物って何なんでしょうね。トイレでした。課金するのかな。これなんだろう、国民宿舎って書いてありますから、泊まるところがもしかしたらあるのかな。矢光峠なんてあるじゃないですか。天下のカナチューさん、すごいな。これカナチューバスだと思うんですけど、時刻がねすごいですよ。平日次15時46分。で、この上にレストハウス的なものがあります。豚汁とか美味しそうだったんですけど、どうしようかな。あ、でもあれ見てください、ソフトクリームって書いてあります。ソフトクリームね、食べたいかもしれない。いいソフトクリームはないかな。はい、ということで買ってきました、抹茶のアイスですよ。うん、うん、あー、うまい。レストハウスの中、何でしたっけ、あの薪ストーブみたいのがあって、めちゃくちゃ暖かかったんですよ。私ね、 YouTube で一番ね、食べ方が汚いって言われております。大山 2.3 キロって書いてあります。そして美濃毛って書いてあるんですか、 3.4 キロ。え、こっちに行けば大山の方に行けるみたいですよ。大山といえば炙り神社が有名なところでございますから、 2.3 キロか、行こうと思えば行けるんじゃないかな。すっごい綺麗な街並みというか景色がここから見えますよ。この枝すごい綺麗ですよね。これ、うおお、これ前方方向は厚木菜の花展望台からずっと来たっていう感じなんですよ。すっごいね、これぞザ峠って感じがいたしますよ。はい、じゃあ出発いたしますよ。後方確認、後方確認って前方見てどうするんだよな。さあ、このまま右に曲がりまして、こっからですね、私流裏矢光峠のスタートでございます。さあ、この先通行止め、工事のため通行止めと書いてあります。凍結じゃないんですよね。いやー、でも狭いぞ。さあ、ひたすら今度はこの工事の通行止め地帯まで一気に行きたいと思います。まあ、途中途中いい大きな橋というか、なんとか橋っていうのが結構多いんですよね。あーっと、ここで矢光峠が落ちた。まあいいや。秦野の方から行きますと、おそらく下りダウンヒルになるんじゃないかなっていう予想はしておりますよ。さっきのが矢光峠の頂上だったんですよね。ちょっと寒いんでシートヒーターオンマックス。なんか気まぐれジャイアなんてありますけども、あの、私の視聴者様でヤスさんという方がいらっしゃいまして、気まぐれ配信者ヤスということで YouTube をやっておりますよ。同じシビック FK7 に乗って、まあ日頃の日常的なものを映し出してる感じなんで、流れさんというアルテッツァ乗りの方がいらっしゃいまして、流れ堂っていう YouTube チャンネルを開設して、普段の日常を描いてるんですよね。箱根のオフ会、ベゼルと CRV のオフ会に参加させていただきまして、
そこでですね、女性 YouTuber さんとお知り合いになったんですよ。すごい美人さんだったんですよね。それが今みさんぽっていう YouTube チャンネルでございまして、これもですね、普段の日常を描いておりまして、とってもね、癒されるんですよね。癒し系のなんかね、動画だなっていう感じがいたしますよ。まあ宣伝はこれぐらいにしといて、裏やびつ、うおー、なかなかね、細いけどすっごい面白いなって思います。何が面白いって、やっぱりこういううねうねカーブ道をだんだん曲がっていくっていう、このね、運転技術がね、どんどん向上していきそうな勢いなんですよね。さあ、ここは急なカーブ、おっと、ここで曲がった。で、このカーブミラーとかもね、よくチェックしといた方がいいと思います。あ、ここ水沢橋っていう橋ですね。なんか小さな橋なんだね。なんか見落とすな、普通に考えたら。おっと、ここですっごい2連ヘアピンがありますよ。5連ヘアピンにも負けない2連ヘアピンが、まずは左超急コーナー、よーし、ここで突っ込む。さあ、熱だれはしないからアンダーは出ません。そしてこの車は FF でございますから大丈夫です。さあ、ここで立ち上がり、いいぞ。さあ、そして2速急ブレーキ、超絶パワフルなんちゃらブレーキ、ヒャッホーみたいなやばい、楽しい、血が騒ぐみたいな。さあ、金時橋と宮ヶ瀬湖には行けません、残念でしたみたいな看板がたくさん書いてあって、清滝橋でしょうか。さあ、ここが何橋だ、地獄沢橋って書いてあります。地獄に来ちゃったよ。うおー、なんか白樺の木みたいのが、うおー、すっごい綺麗だこれ、何これ。あっと、ここかな、あー、ここが、あ、でも まだ行けるな。これね、右に曲がってこのまんま通り抜けできませんって書いてありますけど、よし、まだ行ける、まだ行ける、行けるところまで、うおー、もうジェットコースターだよなこれ。しかも路面がね、結構終わるございます。うわー、油断してると落ち葉を踏んで滑りそうな勢いもありますけども、さあ、対向車来てるか、来てないよね。裏やびつをどんどん進んでおきます。なんかね、あの警告看板っていうんですか、この先行き止まりっていう、あれが見えた瞬間からめっちゃくちゃ路面も悪くなり、一気にね、環境というか状況が変わりましたよ。わしの名前は鱗滝左近地、かまど炭治郎はお前か。よし、行け。炭治郎もびっくり。さあ、竹千代の呼吸ゼロの型、二足落とし、エンブレ、リズムに乗ってきたぞ。峠ってね、ある一定のリズムみたいのがあるんですよね。大道トンネル、そのリズムに乗っていく。うー、気持ちいい。これは面白いですね。あっと、折り返し地点、ここが終着となっております。皆様ご搭乗いただきありがとうございます。こちらが終点でございます。竹千代 D。 でこの先ずっと行きますと、本来でしたらあのどこだっけ、宮ヶ瀬湖の方に行けるということなんですよね。まあ、これから先はね、ちょっと足も踏み入れることができませんので、川が流れてるんです。おそらくこれ中津川という川だとは思うんですけどね、違ったらごめんなさい。とってもね、いいせせらぎと、あとね、すごく空気が綺麗で最高でございますよ。昔なんかね、通れたのかな、そんな気がいたしますよ。さあ、じゃあ後半戦行きますか。シビックさんで攻めますよ。安全運転ですけどね。あー、緊張してきた。後方確認、前方確認、左右斜め全部、いやー最高。一気にどこまでっけ、矢光峠も下っていきます。よし、行こう、ゴー。おー、いい音。さあ、行くぞ行くぞ。いい、うおーいきなりウォーだ。うわー、きつい。いやー、これはすごい。よいしょ。あ、ちなみにね、ヘッドライトはなんだっけ、ハイビームにしてます。そうしないとね、対向車の人が困っちゃうもんね。
よいしょ、よし、対向車なし。黙っちゃった。いやー面白いけど怖いな、やっぱ。すげー、うおー狭っ、怖いな。いやーやっぱ、うおー狭ー。あー乗っかってる乗っかってる。落ち葉落ち葉落ち葉は怖いぞ。さあ対向車なし。よーし。ここね、ミラーがないのがきついな。ここなんていうトンネルだっけ、忘れちゃった。うわすごい。いやあ、4速、あギアチェンがおすげえ余裕がないわ。めちゃくちゃ面白いけどね。あこの辺ね道が悪くなるんで、もう中里武っていたじゃないですか、 R32 のスカイライン乗り。あれ初登場の頃ってめちゃくちゃ違和感存在感ありましたよね。うお強敵現れたっていう感じがしたんですけど、なんかね物語が進行するにつれてネタキャラみたいになっちゃったんで残念だなとは思うんですけど、最初のねその登場シーンやばいっすよね。テレレーンテレレレダーンダーンつって、ね、すごい怪しい黒の3人が出てくるわけなんですよ。でねなんかね S13 のモブがいるんですよね。うおなんか早いのがいるとかって言っててね、で後ろから中里武が言うんですよ。雑魚がどけってんだ雑魚がとかつって、ね、言うんですけど、実は中里武史も昔は S13 に乗っていたとでね R32 白の GTR に抜かれてから FR カニ走りはもう流行らねえってことになって、やっぱりアテーサ ETC だっけ ETS だっけあれを乗せた R32 の四駆ターボは最高だっつってね乗り換えたわけなんですよね。そしてそこで藤原拓海とバトルをするわけなんですけども、その前に高橋圭介とバトルをして勝ったじゃないですか。その時に中里武史も観戦してたわけなんですけども、その時にですね上から目線で言うんですよね。走り屋にはそれぞれオーラがあるとかつってね、オーラがあるわ、高橋圭介はまだオーラが少ない、高橋涼介にはオーラが、あの八六には異様なオーラがあるとかつってねなんかね絶賛するんですよ。そして勝負してみたいっつってね、いざね勝負するんですよね。その時に言うんですよね、これぞこの感じ、これぞバトルだぜ、今日は限界ギリギリまでぶっ飛ばすぜって言いながら、しちゃった肝心なところでアンダーをで最後に負けてしまうっていう感じなんですよね。でその時に高橋涼介が圭介に言うんですよ、助手席に乗れ、特等席から拝ませてやるなんつって言ってね、でなんだっけ、あの凌介も言うんですよね。結構ね中里武史の、評価するんですよ。
でかい口だけ叩いて早いな。でその後に目台詞ストレートで速い車は初心者、コーナーを極めて中級、上級になるとさらにその上を行くみたいな、そういうセリフがあって、私ねすごくこれ印象的だったんですよね。もうねやっぱりね、イニシャル D は第一シーズンが最高に面白かったですよ。セカンドシーズンまではまだ良かったかな。あの京一とかあの辺が出てくるやつですよね。あとレヴィンの渡るとかね、あの辺まで良かったな。イニシャル D、 タケチオ D、 ドゥンドゥンドゥンクーなんつってねジョン・カビラもびっくりでございます。クー、よし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 、曲がれる曲がれる。おっと、ここで肌のし清川村ともお別れ、そして狭くなっていく。あー、すっごい焦げた匂いがプン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 室内の方に。これね、HKS のマフラーの焼き付いてる匂いなんですよ。すっごくいい匂いするなーっていう感じがしてね。あー、やっぱりね、峠走ってるといろんな意味で気持ちいいなーなんて思ってしまいます。すごい最高ですよね。でもやっぱり高橋圭介のあの86だとふざけるなーなんていうね、あのセリフ一番好きだなと思っておりますよ。旧式の86ごときがこの FK がちぎれないだと、悪い夢でも見てるようだ。クソったれめー。うお、なんか松ぼっくりみたいな踏んだな。今日はやけに FD が遅く感じる。今日はやけに FK が遅く感じる。セカンダリータービンが止まってるんじゃねえか。まあ、セカンダリータービンついてないんだけどな。うわー、なかなかね素晴らしい道路でございますよ。おっと、ここでまた狭くなる。ギアチェンジもめちゃくちゃだな。うおー、ありゃー、いけー。やばい、完全にね火がついたわ。うおー、いけ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 。よし、竹千代 D、 くー。さあ、こっからですね、ここがレストハウス裏矢筆の終了でございます。まあまあいいや、ちょっと表矢筆どっか吹っ飛んでちゃったから。さあ、こっから今度は普通の矢筆峠の下りダウンヒルということになりますよ。うわー、ダウンヒル怖いからゆっくり行きたい。うおー、そしてね、こっから多分対向車がすごいと思うんですよ。だから結構怖いな。でも対向車すごいっつっても、ほら来たバイクが1台。うん、ここは怖いね。さあ、ゆっくり下っていく。バイクが来るかもしれないので、この辺はゆっくり行った方がいいですね。さあ、下りの矢筆峠、面白いですね。そしてね、いや、景色がめちゃくちゃ綺麗だなっていう感じです。木々に挟まれてるけどね、なかなか綺麗ですよ。うほー、あ、車が1台。なんでしょうねこの安心感。あー、前に車がいる、ラッキーとかってたまに思っちゃう今日この頃なんですけど、でも前の車も速いな。慣れた人なのかな、わかんないけど、でもちょっとねゆっくり行こう。さあ、皆様落ち着きましたでしょうか。これが弱い MT 歴26年のおっさんのドライビングです。おー、もうなんかね、40代おっさんのカーライフとか言っときながら、ほとんどねもう紹介みたいな感じですよね。そして実況中継みたいな、ね、カーライフといえばなんかのんびりやるっていうのがあるじゃないですか。なんつったらいいんだろうな、なんかうまく言えないですけど、あんまり喋らずに普段の日常をそのまんま映してるっていうのがなんかカーライフっていう感じがするんですけど、そうじゃないっすね私の動画ね。まあいいじゃないですか、楽しんでれば OK ですよ。皆さん楽しんだもの勝ちですよ。一緒にガンガン楽しんでいきましょう。ホトトキス、さあ県道75線ひたすらずっと下っている今日この頃でございます。そして前の車も速い速い、すごいな。
逆に言われてんのかな、クーとかつってね、ね、なんかね、FK ごときがこのなんちゃらがちぎれねえだと、悪い夢でも見ているようだ、そう言われてそうだな。もしくはね、上等だぜ、コーナー2個も抜けりゃバックミラーから消してやるぜなんて言ってるのかもしれませんね。まあでも分かんないですけどさあ、ここが菜の花展望台でございます。ここもね、ぐるっと走り抜けていきます。対向車がないとこのようにすっごい攻められそうな勢いもありますから。あー、で溝走りした、すごい、私も溝走り、さあ、ついでぐるっと溝走り、溝走り面白いな。上りではできなかったけど、下りだったらできるのかもしれませんね。そしてすげえサウンド、こんなに HKS うるさくなった、めっちゃうるさくなりましたよ。で、あんまりインに攻めまくってると、いや、いないとは思うんですけど、歩行者の方が万が一いたらめちゃくちゃ怖いですもんね。おっと、ここで裏矢口のステッカーも落ちそうな勢い、あえて修正しない。さあ、ぐるっと曲がって、おー、下りも下りで面白いな。やっぱりね、上りと下りとでは全然性格が変わって楽しめますね。まあ、平日だからこそやれるゲートなのかもしれませんよ。休日だったらこんなことはなかっただろうな。もしかしたらこの辺渋滞してるのかもしれませんしね。なかなか面白いぞ。それでね、一つね、ずっと思ってたんですけど、やっぱりこの純正のシートサポートクッション入れてるとはいえ、ちょっときついな。やっぱもっとホールド感欲しいし、腰痛い、レカロ入れたいですね。おっと、自転車、そうなんですよ、自転車もいる可能性があるからめちゃくちゃ怖いですよね。やっぱりこれがすっごい見づらい。特にね、右カーブは難しいですね。グッつってここで視界になるんですよ。これがめちゃめちゃ怖いなっていうところでございますね。なので曲がる前にもう予測しないとダメかななんて勝手ながら思っておりますが、おっと、ここでライダーさんが止まってるよ。どうしたんだ。あ、つがいだ。なんだ、なんか立ち往生してるのかと思ったら違ったわ。さあ、県道75号線、この辺りは結構舗装が綺麗なので、さっきの裏矢口と比べたら全然ね、走りやすいですわ。だから最初に裏矢口とうわーっつって走った後にこの矢口峠に来ると、おー、普通だな、そういう風に感じてしまうところも正直ありますね。まあ、とはいえね、矢口峠もいい感じで狭いですからね、なかなかおつなものでございますよ。うおほ、前の車速いですよ、すごい豪快に攻めてますよ。ただの一般車かなと思ったら全然違う、ドライバーさんがすごくいいドライバーさんなんだろうな。羊の皮をかぶった狼なんていうのはまさにこのことを言うのではないかと思います。私もね、ついていくだけで精一杯ですよ。これは逆に先頭とあれ入れ替わったら、私ね、ずっと煽られますね。逆にね、追い抜かれてちぎられそうな勢いもありますから、結構怖いなっていう感じもします。怖いなっていうか、すごいよね、多分ね、相当うまいですよこの人。さあ、戻ってきました。これでですね、矢筆峠制覇走破いたしました。うわー、そしてね、ステッカーもゲットできたので本当に良かったなと思います。いやー、良かった、楽しかった。で、これからですね、このような竹千代 D 峠をメインで攻める、遊ぶ、観光するを引き続き長い期間を持ってね、ゆっくり皆さんにお伝えしていきたいと思いますので、今後ともお楽しみください。それではご視聴ありがとうございました。すいません、ちょっと変な、ね、後頭部でごめんなさいね。